アメリカ海軍特殊戦コマンドは、アメリカ海軍におけるアメリカ特殊作戦軍科の組織。1987年4月16日、カリフォルニア州コロナド海軍水陸両用戦基地内に創設された。主に海外における特殊戦全般を統括する。司令官には海軍少将が当てられる。ネイビーシールズ10個チーム、シール輸送艇チーム、特殊集艇チーム、 および世界中の展開する軍隊を支援するコマンドを組織している。組織を構成する人員は2700人以上の現役特殊戦闘員、700人の特殊戦、戦闘艇クルー、700人の予備人員、4000人のサポート要員をおよび1100人以上の民間人を含む約9200人の人員で構成されている。人員、訓練、装備、配備。 維持、海軍特殊戦コマンドの活動、コマンド司令官及び、米国国益を支援するための海外活動を任務とする。シールの SDV チーム公式サイト。ありがとうございます。